本日の授業はピンいらずのハーフアップの作り方です。ピンを使わずできるハーフアップをしっかり学んでいきましょう。ではトップを分けていきます。できるだけ頭の丸みを意識してください。後頭部は一番出っ張っているところより少し上くらいがベストです。サイドも同様に出っ張っているところより上がベストです。手ぐしかブラシで髪の毛を解いていきます。低めの位置で結びます。上の方で結んでしまうとサイドから見た時にバランスが悪くなるので注意が必要です。サイドの髪の毛を分けます。耳後ろから斜めに取ります。遅れ毛を残す際はこの時に分けておきましょう。サイドの分けた毛束を後ろで合わせます。ゴムで結びます。根元ギリギリに結ぶのではなく少し開けて結びます。このヘアアレンジを作る上ではこの部分がすごく重要ですので、しっかりと根元ギリギリでは結ばないようにお願いいたします。ねじってできた輪っかの中に最初に結んだ毛束を下から通します。右手でねじって左手で毛束を引き出すとやりやすいです。下にある毛束を半分にして床と平行に引っ張ります。こんな感じです。サイドから見た時に後頭部がぺたんこだと可愛くないのでボリュームを調整します。櫛などで持ち上げるようにして引っ張ると崩れにくいです。1つ目と2つ目の結んだ間を櫛でなじませます。カジュアルスタイルの場合は束で引っ張りルーズに仕上げても可愛いです。ワンポイントでヘアアクセサリーをつけるとよりモテヘアに近づきます。では2つ目のスタイルに行きます。耳たぶ下から斜めに分けます。反対側も同様に分けます。分けた毛束を中心より左にまとめます。左にまとめた毛束をゴムで結びます。できた輪っか部分に上からくるりんぱをします。毛束を2つに分け平行に引っ張り根元まで締めます。次に左側の髪の毛を分けます。襟足の端っこから斜めに取ります。反対側も同様に斜めに取ります。先ほどとは違い2つの毛束を中心より右にまとめます。右寄りに持ってきてゴムで結びます。できた輪っかに毛束を上から下にくるりんぱをします。毛束を引っ張り根元まで締めます。左右のくるりんぱをした髪の毛を引っ張り出し崩していきます。
鏡を見ながら大胆に崩していきましょう。同様にサイドの髪の毛も引っ張り出します。表面の髪の毛も均等に引き出していきます。同じ場所を引き出すのではなく、間を狙って引き出していきましょう。これで2スタイルの完成です。いかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。